はい、皆様こんにちは。英語で爽快でございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい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 初めての方こんにちは。英語で爽快と申します。いろいろ動画出しておりますので、ご興味があるものぜひご自由に見てってください。ませ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 、はい。今回のテーマはですね、みんなが大好きなオーバイ通りでございます。はい。で、今回のオーバイ通りなんですが、中心に見ていく資料はアメリカ創価学会、はい、アメリカ、今月アメリカの現地で行われる座談会の資料の一つとなっております。はい。座談会、向こうではですね3つのテーマがあって、お好きなのを地区で一つ選ぶということのようですね。うん、今回のオーバイ通りはその中の一つ、オプション1でございます。はい。で、もし今これご覧になってらっしゃる方、学会員であれば、まあ、何度もオーバイ通りって学んでいるかと思うんですけれどもね、だからああまたかと思われるかもしれないんですけれども、アメリカ人がどういう風に学んでいくのかっていうのを見ていくのはすごく新鮮で面白いんじゃないかと思うんです。はい。ね、こんな学び方をするのはこのチャンネルぐらいしかやってないかと思いますので、ぜひとも楽しんでいってくださいませ。はい。で、まずこの本編をスタートする前にですね、オーバイ通り以前動画こちらで上げてまして、そこで、オーバイ通りって英語でなんて言うのかっていうのを含めて、クマさん、ウサギさんコンビがこう掛け合いでやってる部分がありますので、その一部分を復習がてら、まずご覧になってきていただきたいというふうに思います。はい、それではどうぞ。じゃあさ、英語でなんて言うか知ってる？私知ってるよ。クマさんも知ってるよ。じゃあさ、オーバイ通りのお、桜は？チェリー。チェリーブロッサムのことだね。ピンポン。どうも。では、オーバイ通りのパイ、梅は？プラム。ピンポン。はい、どうも。じゃあさ、オーバイ通りのと、桃は？桃はピーチ。ピチピチ。しょうもな。はい、ピンポン。はい、どうも。じゃあさ、オーバイ通りのリは？ね。はい。ね。はい。スマモってことでしょ？そうだね。ね。それはね、アプリカット。ファイナルアンサー？フル。ファイナルファンタジー。しょうもな。正解は？チッ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 。ブッブー。どうやらね、アプリコットでもないらしいよ。なんで？厳密にはね、アプリコットじゃないらしいのよ。アプリコットじゃないなら何なの？ダンソン。知らん。そんなん知らんって誰も知らんって。そうなんだよね。クマさんさ、一回さ、ダムさんってググって画像見てみないよ。なんで？なんかあんの？スモモの画像は全然出てこない。全然出てこないな。じゃあなんでダムさん？そんなん知らん。けど、種類的にアプリコットでもないらしいよ。そうなんだ。全然わからないけど、とりあえずダムさんってことで。ということで、オーバイ通りの原理という英語は、クマさん一緒に。The principle of cherry, plum, peach and Thompson でした。はい、どうでしたでしょうかね。チェリー、プラム、ピーチ、ダムソン。ね、ダムソンっていうね、私なんかはこう全く馴染みのない呼び方ですので。そこ別に重要でも何でもないんですけれども、はい、取り上げてみました。はい。オーバイ通りの英語っていうのはこのように訳されているということでございます。はい。ということで今回は王道中の王道、The Buddhist Principle of Cherry, Plum, Peach and Damson と、仏法で説くところのオーバイ通りの原理についてっていうのを一緒に見ていきたいと思います。はい。それでは本編に入ります。 Let's check it out。はい。で、
まず最初の資料はですね、オーバイ通りのキーポイントが載っています。はい、どんなことが書かれているのかというと、ちょっと見ていきましょうかね。3つキーポイントがありますが、まず1と2を続けて読みます。はい、キーポイント、 No.1 The principle of cherry, plum, peach and damson teaches that through chanting 南無法蓮華経 and sharing Buddhism we can joyfully discover how to live true to ourselves and fulfill our unique mission。 はい、で No.2 Our efforts to engage in a human revolution are vital in this process。 はい、ね、どうでしたでしょうかね。ちょっとびっくりされたんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうかね。日本の方がもっとこうほんわかしているというかね、梅は梅、ね、桜は桜、ね、それぞれがそれぞれの良さがあるんだから、みんな違ってていいんだよと、自分は自分らしくでいいんだよとね、優しくね、穏やかな説明が多いんじゃないでしょうかね。ね、でこれ別にその仏法用語というか、要はそのおのおの改めずしてっていうところのこの例えとしてもともと表現されているもので出てきているものなので、まあそのこの大梅通り自体が、まあ、一般的にも何かの例えで使われていて、まあ、熟語としてこうやって広まりつつあるっていうのは嬉しいなと思うところなんですが、ねアメリカの説明見てくださいね、えバッキバキですよね。だからまさかこういう説明の仕方をしてくるとは思わんだったけれども、まあ確かに、ここが、まあ、ここの部分が実はオーバイ通りで大事な部分であるというふうに、まあ私も思いますよ。ですからこうね、みんなが違っているよと、こういうそのオーバイ通りで、要はそのこの法はそれぞれの命で、どんな命にもオーバイ通りにそれぞれに応用させることができる法なんだから、だから仏法の実践をそれぞれが貫くことが鍵なんですよというのが、まあ、今回の説明の仕方でございますね。でこのキーポイントにあるように、まあ、一つにはそのオーバイ通りに自分を輝かせていくのに必要な題目を挙げていくこと、そしてもう一つはその自分だけじゃなくて人にもこの自分を輝かせる方を伝えていくということ、この仏法の実践をやることがオーバイ通りに自分を最大限にそれぞれが存分に生き切っていくことにつながりますよということなんだな。まあ、だからオーバイ通りは人間革命の話をしているんだと、ね、人間革命がオーバイ通りの柱になっているんだよということですよね。どんな花にも応用させられるってことなんだから、それぞれの花ね、それぞれの命で応用させていく努力を具体的にしていくこととリンクするわけです。はい、まあ、ですからオーバイ通りは人間革命をしていくこととセットになると、これが仏法で説くところのオーバイ通りの原理になるよと。はいね、まあそれぞれが、まあ、それぞれでいいんだったらね、その人の好きなようにやってったらいいじゃん、その人の勝手じゃんっていう風になる。だからそれぞれでいいっていうところのこの浅い部分のところで終わってはいけないよというふうにアメリカ人がこうスパーンと切っているわけです。ここで、はい、後で出てきますけれど、音菊伝が、はい、オリジナルのその本来の話の流れに一番近い説明かなというふうに思いますよ、このオーバイ通りが。ねえ、アメリカってイメージと違ってすっごいバッキバキなこと言うんですよね、結構いつも。まあだから、まあ、ですからこうやって海外で勉強している資料を見たくなるんですよ、私は。ねえ、この資料を作ったアメリカ人はね、本当にすごいなと思いますよ。ね、まさか日本人に、バッキバキだなおいなんていう風に言われてると思ってないと思いますけれどもね。はい、ね、素晴らしいなと思います。はい、で3つ目のキーポイントを見ていきたいと思います。はい、
日蓮 Buddhism teaches the importance of respecting diversity while working together to create harmonious society. It can serve as a guiding philosophy to create genuine peace. ね、共に支え合う、ね、多様性を尊重する、うん、まあだからそのオーバイ通りで重要なのが人間革命であるならば、この3つ目の話っていうのは割とすんなりと理解できるんじゃないでしょうかね、うん、自分らしくでいいんですよというだけにとどまらないで、その自分も人もその人のために、ね、支えられる人にもなって、なれるように自分を磨いていくっていう発想はまさにね、まさしく人間革命ですからね。どこかで読んだ記憶があって、ちょっとね、引用文献ご紹介できなくて申し訳ないんですが、数年前かな、大白蓮華の後ろに学会員じゃない方、例えばその企業のトップだったりがこうインタビューに答えてるのがありますよね。まああるんですけど、その、うん、病院で近所の一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんが病気の時に付き添ってきてくれている人っていうのは、だいたい学会員の人学会員のおばちゃんであることが多いというような話をされていて、うん、ね、あーとね、うちの母も毎日料理をするときに、その当たり前のように倍ぐらい作りますからね、うん、おでん屋でも始めんのかくらい、こうでっかい寸胴でこう大根煮てたりとかね、だからお金持ちでも何でもないね、普通のおばちゃんがこれを当然のようにやってのけてるっていうね、うん、ね、まあ、口だけだったら何とでも言えますけどね、社会貢献やらなんやらってね。でもそのね、実際に何十年もそれやれますかって、毎日できますかっていうふうに言われたらね、えやっぱ鍛え方が違うね、学会員のおばちゃんは確かにそこが違うなとね思いますよ、うん、はい、次の資料を見てまいりましょう。Each thing, the cherry, the plum, the peach, the damson, in its own entity without undergoing any change, possess the eternally endowed three body of the Buddha. Now Nichiren and his followers, who chant Nammyo Horenge Kyo, are the original possessors of those eternally endowed three bodies. はい。ね、音楽伝ですね。はい。ね、まあ確かに、大梅通りってどの御門からなのっていうなら、ここになりますよな。で、丸ごと出されてんのかなというふうに思って、英語の方ですね、よくよく見たら、うん、これすなわち寮の義なりっていうのは省略されてますよね。確かに。ね、大梅通りってどうのこうの、うん、急にそれが寮の義ですよっていうふうに言われてもちょっとね、意味がわからんでしょうけれども、ね、まあ、そこだけ説明をさせてもらうと、これは、音楽伝の中のこの無料義の説明をしている箇所なんですよね。うん。まあ、これをちょっと詳しく解説する時間は今ないので割愛してますけれども、要はその無料義って、それぞれのこの一文字一文字の説明をしていて、ここは、量の字のこの意義の説明をしている箇所で出てきているので、こういうことが無料義の量の部分に当たるんですよというふうになっている。まあ、ですからこれが寮の義なりというふうに言っているところなんですけれども、そのね、大梅通りってそのおのおののそれぞれの灯体を改めずして無差の三人と開く、うん、自分らしさのままで仏と開いていくことがこの無料義の寮の部分にあたるんですよと、うん、包括するっていう、それぞれ包括して輝かせることができるから、だからどんな花にも応用させられるっていうところにもつながりますよね。うん。まあですから先ほどのね、アメリカの方がそのオリジナルの流れに一番近い説明かなというふうに言った理由がここに当たるわけでございます。はい。はい。次行きましょう。はい。これはですね、池田先生の指導ですね。はい。これも見ていきましょう。There's a difference between being who you are and stay as you are. If you content yourself with staying as you are, you will never grow and develop. By deeply pondering the questions of who you really are and what you purpose in life, by making effort after effort and tirelessly challenging yourself, you will bring to blossom the flower of your mission in life. はいね。これあれですね。以前
大映え通り取り上げた私の動画でも引用させてもらっている先生のご指導なんですけれども、ね、やっぱり出してきましたよね、アメリカでもね。その大映え通りって有名だから、まあ、いろんな説明のされ方があるんですけれども、そういう数ある中からこれを引っ張ってきているというね、やっぱりこういう感じのを出してくるよなぁとね。私なんかも、まあ、ど素人ですけれども、こうやって動画いろいろ作ったりしているので、まあ、こういうふうに作り手がね、何のためにね、大映え通りの何を伝えたいのかっていうのが、まあ、はっきりしていると、見てて気持ちがいいというか、ね、みんなそれぞれの花なんだよ、それぞれ違うんだよと、違ってるから何なんだというところを、この法の視点からクリアにするためにこんな資料作りをなされてますよね。なんかね、素晴らしいなと思います。はい、では次の資料も見ていきましょう。Through the workings of the eternally endowed three bodies of the Buddha in our lives, the individual differences we possess are turning into our unique positive characteristicsIn this connection, the philosophy of human revolution of each individual strives to realize this kind of fundamental inner transformation, we surely lead to inhabiting the life state of all humankind. ね、大映え通りの柱となるのが、いかにそれぞれが人間革命していくのかという話になるんですよと。まあ、そういうところに対しての先生も、ね、ちゃんとこのように指導されているというところを引用してきているわけです。はい。ね、アメリカで勝手に言ってることではないですよというところになりますね。まあ、確かに先生おっしゃってますな。ね。言われてみればそうおっしゃってるなというふうに今回改めて勉強になりましたし、まあ確かにそうだなというふうに思う部分が多かったですかね。はい、どうでしたでしょうか。はい、それではサジェスティッドクエスチョンズをさらっと見ていきましょう。はい、サジェスティッドクエスチョンズ No.1 What does it mean to you to live true to yourself?ね、自分らしく生きるってあなたにとってどういうことだと思いますかということのようですけれども、まあこれ毎回言ってますけれども、ね、あなたにとってですから、まあね、あなたにとってにこの正解も不正解もないので、もうご自由に、ね、自分らしく生きるって、まあ、どういうことだと思うのかと、ね、自分らしい生き方、まあ、自分らしいって自分が何なのかわからないと、らしさも何もないのでね、何を大事だと思い、何を心のこの柱としてこう周りと関わっていくのかっていうことも含めて、まあ何でもいいと思います。はい、で次行きましょう。はい、No.2 Can you share a time when you transformed a conflict that developed into a deeper sense of respect and appreciation for those involved? ね、その他の人とのこの対立、まあ、衝突、まあ、それを転換して、ね、でそこからその相手に対しての深い尊敬、感謝の念を抱くようになったという体験をシェアしてくださいねということで、まあ、随分具体的だよ具体的な話ですね。まあ、ね、これもいろいろ言えますからね。ね、ありきたりなことしか、ちょっと今、浮かばないけれども、その、ね、要は、その、ね、出来事は変わらないわけですよ。ね、変えられるのは、その、色味、その出来事にどう色味をつけていくかっていうのは、自分しかできないことでもあるから、まあだからこそ出来事のその一つ一つの色付けにも自分の人間革命が必要になるというわけですよな。ね、自分が感謝の念を抱ける、ね、感謝という色味をそこにつけれる、そういう捉え方ができるっていうのは、まあすごいことよ。すごいことですよ。ね、出来事のどこを、何を見ていくと自分がその出来事にそういう色味をつけれるか、感じ方を変えれるのかっていうのは、まあ深いところよ。ね、どんなにこう表面的に取り繕ってね、いいこと言ってても、自分の色味っていうのは嘘つかないからな。
その色味をつけている自分がそこにいる限り、ね、出来事が変わっても必ず同じ色味をつけるから、出来事に色味がついているというわけではないということがわからないと、いつまで経っても同じことを繰り返すよと ね、色をつけるのは自分だから、ね、まあ、ですから、まあ、それも含めて良くも悪くも全部オーバー通りなんだな、ね、まあ、そして、まあ、どんな人でもどんな状況からでも転換できる方を誰でも保っていると、ね、価値を創造する生き方が誰でもできるよというところなってことなんですよ、ね、どうでしたでしょうかね。アメリカのバキバキのオーバー通りの解説面白いですよね、何か参考になりましたら幸いです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。